地獄とは仏教における世界観の一つで最下層に位置する世界。四階、明回、六道、また十階の最下層である。大いなる罪悪を犯した者が死後に生まれる世界とされる。奈落か、なおちか、夏落ちか,か、奈落かなどと音舎される。奈落かが転化して、奈落とも音舎される。後に演劇の舞台の下の空間である、奈落も指して言うようになった。 サンスクリットのニラヤも、地獄を指す、同義語で、こちらは泥から好き、泥、はじむマリアと音社される。地獄造史、アメエン化石六道の会である三握手の一つに数えられる。あるいは三握手に修羅を加えた四握手の一つ、また六道から修羅を除く五握手の一つである。いずれも、その最下層に位置する。日本の仏教によれば、死後、すべての人間は、 三途の川を渡り、七日ごとに、閻魔大王など十王の七回の審判を受け、最終的に最も罪の重いものは地獄に落とされる。地獄にはその罪の重さによって服役すべき場所が決まっており、焼熱地獄、極寒地獄、才能瓦、阿鼻地獄、共感地獄などがある。そして服役期間を終えたものは輪廻天生によって、再びこの世界に生まれ変わるとされる。 古事記には地獄に似ている光線国が登場する。ただし、日本書紀の中に反映されている日本神話の世界では地獄は登場しない。代わりに、小野高村が地獄に降り、閻魔大王の下で裁判の補佐をしていたという伝説や、日蔵が蔵王菩薩の導きで地獄へ行き罰を受ける大五天皇とその進化に合う説話などが残されている。 東アジアの仏教では、地獄の色は、道教的に、あるいはその影響を受けた、陰明道的に、黒で表す。ガキは赤、畜生はキ、シュラワーを、この三色を混ぜると、地獄の黒になると言われる。また、節分で追われる赤鬼、後期、青鬼はここから来ている。主上が住む縁部台の下、四万余順を過ぎて、最下層に、無限地獄があり、 その縦、広さ、深さは、核には有重がある。この無限地獄は、阿ビ地獄と同意で、阿ビは、サンスクリット阿ビ地を温射したものとされ、意味は共に、絶え間なく続くである。阿ビ地獄は一番下層にあり、親殺しなど最も罪の重いものが落ちる。そこへの落下に二千年模様し、四方八方火炎に包まれた、一番苦痛の激しい、地獄である。 その上の一万九千余順の中に、大小熱、消熱、大教官、教官、集合、国情、統括の七つの地獄が重層しているという。これを総称して八大地獄という。これらの地獄にはそれぞれ性質があり、そこにいる主張の寿命もまた異なるとされる。また、この八熱地獄の四面に四門があり、門外に各四つの小地獄があり、 これを合わして16有造地獄という、8熱地獄と合わせば136地獄となる。また8熱地獄の横に8巻地獄、または10地獄があるとも言われる。また3、3ヒ広野などに散在する地獄を孤独地獄という。もともとはエンマ大王、ゴズ、バトーなどの古代インドの民間信仰である、死後の世界の思想が中国に伝播して、 道教などと混交して仏教伝来の際に日本に伝えられた。そのため元来インド仏教にはなかったエンマ大王を頂点とする官僚制度などが付け加えられた。その後浄土思想の流星とともに地獄思想は広まり民間信仰として定着した。地獄は日本の文化史の中では比較的新しいものでこれが特に強調されるようになったのは 平安時代の末法思想の流行からのことと思われる。この流行の中で、絵心想像原神がまとめたのが、王上要衆である。地獄思想の目的は、一つには宗教の因が王法性であり、この世界で実現されない正義を、刑事上世界で実現させるという機能を持つ。神道では、江戸後期に平田篤種が金書であったキリスト教関係の書物を参考にして、 有名審判思想を考案した。すなわち、イエスの最後の審判のように、大国主名が死者をたたり神などに格付けしてゆくという発想である。ありがとうございます。